冬を彩るイルミネーションをシリーズでお伝えしています。2回目の今日は総社市中心部を彩る総社イルミネーションです。JR 総社駅前広場をはじめ、市役所通りなど市内中心部の87箇所を光で彩る総社イルミネーションです。11回目を迎えた今年は、コロナ禍で2年間実施できなかったイルミネーションフェスティバルが今月17日、3年ぶりに開催されます。総社の街をイルミネーションで彩る総社イルミネーション、来月5日までの期間中、午後5時から10時まで点灯されます。